全力少年少女。ご紹介お願いします。5年向井義晴です。いつから野球を始めましたか？1年生の時です。クラブに入ったきっかけを教えてください。前にいたチームがなくなったからです。好きな練習メニューはありますか？バッティング練習です。野球の大変なところは何ですか？みんなで声を出していかないと試合ができないことです。今までに思い出に残っていることはありますか？梨田正隆杯で活躍できたことです。クラブに参加して成長できたなって思うところはありますか？いろんな声をたくさん出せるようになったことです。試合で負けていても声を出し続けることです。ありがとうございました。自己紹介お願いします。5年久保博明です。から野球を始めましたか？年長の1月の時からです。クラブに入ったきっかけを教えてください。野球に入ったきっかけはお兄ちゃんたちがやっていたからです。野球の楽しいところは何ですか？声をよく出せるところです。好きな練習メニューを教えてください。バッティング練習です。では最後に今後の目標を教えてください。個人の目標ではたくさんヒットを打ってできればホームランを打つことです。チームの目標はまずは県大会へ出場することです。ありがとうございました。自己紹介お願いします。4年佐藤光介です。いつから野球を始めましたか？2年の夏からです。野球の楽しいところは何ですか？ボールを取ったりすることです。大変なことは何ですか？走ったりすることです。では最後に今後の目標を教えてください。走塁やバッティングをうまくしていきたいです。ありがとうございました。